どうも、ねずっちです。プロ野球が昨日ね、ついに開幕しましてね、ジャイアンツが見事にですね、開幕戦勝利を収めました。これがですね、球団、通算6戦勝目というね、ですから、定規、メモリアルっていうね、そういう記念すべきね、勝利になりましたけどね。いや、しかし、吉川選手、よくあそこで逆転のツーランホームラン打ってくれましたね。すごかったですよ。吉川選手の名前の通りね、今後の活躍がなお気になるっていうね、そんな感じしますけども、投げては菅野投手がですね、7回を2失点というさすがエースですよね。試合後ね、監督はカキ料理を堪能したらしいですよ。どういうことかって、オイスターで腹も満足ってね、これ僕非常に気に入ってるやつなんで、またちょっとねやってみましたけどね。いやー、しかしですね、阪神の西投手にはびっくりしましたね。菅野投手から特大のホームラン、それからタイムリーも打ってね、で投げては6回1失点、ちょっとね、勝利投手の権利がね消えてしまったのが、ちょっと気の毒だなーなんて思っちゃいましたね。あ、こんなことね、西投手だけにね言う気ではなかったんですけどね。ねずっちです。ではまた。